君のようなつぼみさ、華やかで優しくて、そう笑ってごらん、大丈夫。顔を上げたら花も街も鮮やか、不思議。皆さん、こんにちは。こんにちは。三橋 TV のお時間です。この番組は月刊三橋会員の皆様のご支援によりお送りしております。キャスターは私、高家のあと三橋貴明です。三橋 TV は三橋貴明のブログ、新世紀のビッグブラザーへのエントリーを取り上げ、視聴者の皆様に経済を学んでいただくという趣旨となっております。皆様、ぜひともチャンネル登録をお願いいたします。はい、というわけで経世史論三橋貴明の音声歴史コンテンツでございますが、高等論の第25回万葉集の時代、歴史時事の第25回ユリウス・カエサルがいよいよリリースになりましたので、歴史時事の方は今ローマ編ということで、まあ3回にかけてやるんですけど、次回のローマ帝国の誕生で一応そこで区切りということになりますので、ぜひ皆さんご入会いただければと思います。さあ、本日はですね、第2回目のご登場ということなんですけど、浜崎先生お呼びいたしまして、で私っていつも数字とかグラフとかで語るじゃないですか、現在とか過去とかについて。そうじゃなくてちょっと違う視点でですね、人物像、つまり私が語れないところですね。ほら、共感力ないじゃん。人に。そうですか。ダメ人間でございますんで、ちょっとそういうのが語れないので、今日はちょっと浜崎先生お呼びしていろいろと今日本を騒がしている、中枢の方々ですね、お話を伺いたいと思います。それではご紹介いただきましょう。はい、本日のゲスト、文芸評価浜崎洋介先生です。はい、今日もよろしくお願いいたします。浜崎先生、クライテリオン、表現者クライテリオンの後新刊が。はい、ちょうど出たタイミングのようですね。そうですね。今日お話ししようと思ってたのはこっちかな。でこれが菅義偉論ということで、これは前後なんですけど、ちょうど今日、今日ちょうどだから2月16日にこれを撮ってるんですけど、今日発売なのがこっちですね。で甲虫論というので、今まで建築論ってよく聞かれてると思うんですけど、建築ってどっかちょっと部別的な感じがあると同時に、ちょっと中国とか韓国をなめてる感じがあるんですよ。だけどもう中国は舐める対象ではないということで、もうこれも有名な話だけど、イギリスのシンクタンクが2028年に GDP で、要するに中国がアメリカを抜くというふうな話を出してて、でこれ5年早まったらしいんですね、このコロナで。でそういう話も出てきたので、もうその時になって私たちが騒いでももう始まらないので、遅いので、今からどういうその体制が必要なのかということをちょっと論じているのが今回のクライテリオンということです。ということでございましてですね、本日はそれこそ菅義偉さんとか別の方とかについて、人物像から結局どういう人間なのかと、どういう人間だからこういう政策だっていうところがですね、その政策の部分は私は分かるんだけど、なぜそうなってるのかが私ちょっと説明ができないので、ぜひ高家さんにレクチャーしていただければと思います。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。誰からいきます？これ一応じゃあこっちやったので菅義偉首相の話からしようかなと思うんですけど、なんていうかな、政策論とか、今はね、三橋さんおっしゃってたけど、統計なんか見てもどうしようもないことになってるんですけど、一方でなんでこんなに30年間日本が成長できないのか、あるいはこの低たらくは何なのか。だってさっき GDP の話しましたけど、中国がこう伸びてて、アメリカも一応こう伸びてて、で中国がもうちょっと角度が高いんで追い抜くと。で日本こうですからね、これなんでこうなっているのかですよね。でこれは多分ね、いくら経済的な合理性で説得しようと思っても基本的に聞く耳を持たない。わかります。12年間やり続けてまさに三橋さんの前の話になったんだよこれでも。でもなんでここまで政治家とかが理解しないのかなっていうのは本当謎ですよね。でこれ多分ね、相当歴史的な背景があるのと同時に、その歴史状況の中で生きてきた人間の生き様、つまり生き方がおそらく関係しているんだろうと。政治家の方もそういうことです。例えばね、よく言うんですけど、僕らって何かを理解するときに必ず文脈がないと理解できないんですよ。例えばよく言うのは塩の話をよくんですけど、塩例えばね、台所に塩があった時、ああこれ塩だなと思いますよね。当たり前ですけど、でこうやってパッパッと振って美味しい料理ができた、あ美味しいじゃんってなりますよね。普通にこれがこう理解できるわけです。だけどこれよく言うんですけど、下駄箱に塩があったらどうだろうと。下駄箱に塩あったらめちゃめちゃ不気味でしょ。はい、なんだろうと、これ舐めてまずいのかと思って舐めてもあんまり味わいができないとか、つまりリアリティが来ないんですよ。リアリティが来ないってなぜかというと、文脈がつまり台所という文脈がそう失われてるから。あれじゃあこう3次元でいうと環境みたいなもんですかね。そういうことです。そういうことです。でその環境の最大のもの、政治を行っている環境の最大のものっておそらく人間なんですよ。その人間が分かると、そのある種の政策や彼らのやっていることのある種のかたくなさや、そういうものも全部理解できるということは、急がば回れじゃないけど、人間を変えるしかないってことにもなるわけですよ。そこで菅義偉今首相のことを一つ題材にしながら、そういうことを考えてもいいのかなというふうに思いましたね。政治家というのは変えられますもんね、我々が。そうです、そうです。そこがポイントでしょうね。政治家自身が変わることよりも政治家を変える方が、現実問題として早いという可能性が高いわけです。そうです、そうです。まさにそういう人間、そういう政治家をこれからだからどう選んでいくのか。その時にこう僕らのなんていうかな、それを見届ける目というか、それをしっかりと養うために人間の一応しとこうかなというので。今日菅義偉首相について語るんですけど、菅さんのイメージってどんな感じですか？ちょっとこの方はこの三橋 TV でちょっと洗脳を受けてますね。一般的には苦労人とかパンケーキおじさんとか、なんか下積みが長くってみたいな、そういう印象でプロパガンダされましたよね。総裁選の時とかにそれで浸透していましたよね。感じがしますね。私的にはなんか成り上がり的な意味。ここの教育です。教育洗脳とも言います。そうですよね。でね、これ多分ね、でも苦労人であることと成り上がりであることって矛盾しないんですよ。その通りですね。でここのこうなんつうかなポイントを見ていったときに、菅義偉が誰かということはよくわかると思うんですね。でね、例えばこれね、後でちょっと話そうと思ったのは竹中平蔵なんですけど、竹中平蔵さんはですね、1951年生まれなんですよ。で菅義偉首相はですね、1948年生まれなんですよ。たった3つ違いなんです。でこの3つ違いの1950年前後に生まれた世代が一体どういう戦後史を歩いてきたのか、そしてどういう風景を見てきたのかによって、おそらく彼らのある種のルサンチマンのありかが見える。逆に言うと我々は分からんってことですね、見てないから。コケさんは全く分かんないですよね。分からないです。多分なんですが、これはもちろん推測も含みますけどね、1960年代で日本の一番高度成長期のど真ん中であり、かつ一番なんていうかな、変わった時代なんですよ。変わった？世界とか社会が変化した。変化した。で一番の変化って何かというと、下の人が上に行ったんです。でどういうことかというと、例えばそうだな、地方に生まれて、例えば菅さんの場合だったら秋田ですけど、秋田に生まれて、もしこの国が高度成長をやってなかったら秋田にいましたよ、間違いなく。農家継いでたのね。そうだけどそれがなくなって、いよいよ東京に出られるっていう可能性を見た最初の世代です。でこの最初の世代が何を切り捨てて、そして何によって登っていったのか。で登っていったということは、その登っていった先に自分がいるわけだから、それを自己肯定するような大義名分をどっか作り出しますよね。その議論がおそらく彼の無意識のネオリベラリズムと重なります。新自由主義という。新自由主義。つまりね、彼ら竹中平蔵もそうだし、実はその菅義偉もそうなんですが、実は、ね、意識的に新自由主義者だって言ってないと思うんですよ。ちなみに新自由主義ってどういうことですか？グローバリズムです。グローバリズム。緊縮財政、構造改革、自由貿易を前提あるっていう形で、一方的なこうテーゼ、価値観で押し付けてくる経済。的な思想ですね。これが新自由主義。そう。で、そういうことで言えばですよ。なんで構造改革するのっていう話なんですけど、そうすると基本的に構造っていうのはがっちり固まっていると出世ができるかっていうとできないんですよ。なんでかっていうと、その構造自体はその外からやってきて下克上ってことじゃなければ上に行けないから。でもある種の構造があった時に、僕たちはその中で8割9割がそれで救われるならいいじゃないかっていう議論をするんだけど、実は菅義偉さんもそうだし竹中平蔵もそうなんですが、実はその8割9割に入ってないんですよ。そうすると下からの下克上をしなきゃいけない。そうするとこの構造自体が僕の私の才能を抑圧している。要するに能力のある人間をこう殺してる構造になってると。なのでこの構造を取っ払って自由競争にし、そしてメガコンペティションのなんですけど、はい、やって勝ち残っていくことによって日本経済を強くしようというなんつうかな思い込みがあるんですよ。でもそれはね、お前さんがそうやって生きてきたっていうことと、はい、公共政策が別ですから、うん、それの区別ができてない。つまり資本をそのまんま公共的な政策に乗っけていくんですよ。これが彼らのある種の弱みであり、かつとらわれであるから、どんなに言ったって彼らのとらわれだから自由になれないんですよ。ここがね、菅義偉首相の最大のポイントで、というのは彼秋田の豪農と言われてますけど、まあ確かに豪農なんですよ。豪農なんだけど、だけどね、ものすごい僻地なんですね。雪深い。でそうするとそこから学校に通うこと自体も大変だったみたいで、高校に進学したのはなんと2割ですよ。2割、つまりその2割なんですよ。で2割の中に入ってということはもう推測つくと思いますけど、大学行くのはほぼいない。その中で大学行こうかなと思ってたらしいんですけど、1年間ちょっと浪人して、で親がまあだったらうちを継げと言うんだけども、それも嫌だと言って断って、じゃあお前勝手にしろってことになるんで、はい、親との縁が切れる。切れたまんま彼は東京に来るんですよ。で東京に来たって何のつてもないから、要するにつてなきよそ者として板橋の段ボール工場、これ有名ですけどね、はい、うん、入るんですけど、これもね何年そこで働いたかっていうイメージ皆さん持ってないと思うんですけど、ないです。たかだか数ヶ月です。12ヶ月ですというのが大体推測で出ます。彼自身がはっきり言ってないんだけど、多分そうです。でその 1,2 ヶ月で彼自身はそこで挫折するわけで、つまり辛すぎて、で辛すぎて挫折して、これは学歴持ってないとどうしようもないぞと、はい、とは言ったって親に頼れるのかというと親に頼れない。頼れないんでどうするかっていうと、お姉ちゃんに手紙書くわけ。でお姉ちゃんってのは当時教師をやってて、はい、教師なんでちょっとまあ少しだけど余裕があると、うん、それと自分が築地なんか行ってアルバイトをして、それで貯めた金で2年遅れで法政大学になるわけです。でなんで法政かって言った時にも一つ理由があって、それは学費が安いからという、ただそれだけ。だからね、つまり全部自分でやってきたという思いがあるわけ。で全部自分でやってきて、法政大学入ったってみんな親のこうすねかじって法政大学入ってるわけでしょ。ということはどうなってるかっていうと、みんな学生運動なんですよ。なんでかっていうと簡単で、みんなまあお金があるから結局学生運動しててもいいわけだから、そうすると口だけではなんか正義事言っておきながら、じゃあお前自分の足で立ってんのかと、お前自分で稼いでんのかっていうのが、まあ多分菅さんの中にあるわけ。わかるわ。うん、そうすると結局あいつらは結局親のすねかじって、要するにこうぬるま湯の中でやってるだけだと、はい、俺は違うぞがあるわけです。で彼はその後にまあ一般企業に就職するんだけど、その中で1年2年見た時にようやくそこでねこう思うんですよ。いやこれは世界と社会を動かしてるのは政治だぞと、と言って政治の世界に入ろうっていうわけ。ただねこれ重要なのは、普通政治に行く人はねこうじゃなきゃいけないと僕は思ってるのは、いやまあ要するにこう強いられて、あるいはその必要に迫られて、ここの例えばまあ社会的な事情がなんか不条理があった時にこの不条理をどうしても直したいとか、これを乗り越えたいとか、あるいはここの苦しんでる人をやっぱ見捨てておくわけにいかないと言って必然的に政治に行くのは分かるんですけど、政治がこの社会を動かしてると、だったら政治だっていうのって、なんかやりたいことがあって入るんじゃなくて動かしたいから入ったってことですか？そういうことです。つまりねこれ権力欲なんですよ、単純に言うと。つまり上に行くことが良しとされてるわけで、上に行くことが良しとされていて、かつ自分も権力欲あるわけ。そうすると世間の価値、空気も上に行くことが良しで、自分も上に行くことがいいんだったらどうなります？これ後ろめたさは一切ないはずですよ。そうすると彼は自己成功すること、そして人々が頑張って自由競争の中で自己成功することは良いことだと思ったわけ。でもそんなもん言うまでもないけど、人は与えられた場所で与えられたある条件の中で生きていくわけで、そこだって菅義偉さんだってね、たまたまお姉ちゃんがそれは教師やってたからそこで食えたのかもしれないし、はい、とかいろんなことがあって彼が支えられてんだけど、支えられてきたということに関する反省力や眼差しはほとんどない。あれ結局だって日本に生まれなかったら絶対同じことできなかったじゃないですか。今のシリアに生まれて同じことできるか菅義偉って話ですよね。そういうことも一切考えないで、例えば日本に対する恩とかも理解しないで、いや俺は自分の力で登ってきた。これちょっと分かんないでもないんですよ。もっとグローバリストだから。外資系の企業に行った頃そんな感じでしたよ。はい。もう自由競争で、もう営業成績だけでお金が決まるみたいな感じで。自分の力で勝ち残ってきたみたいな。うん、でも実際違うよね。違う。そこなんですよ。その反省力の有無なんですよ。はい、でこれちょっと今言いたくなったんで言っちゃってみようかな。うちの親父がね、ちょっと似てるんですよ。だからすごくわかるわけ、はい、うちの親父は1951年生まれで広島のど田舎生まれです、はい、あんまり詳しく言うとちょっと特定されちゃうからやめますけどそれでまあいいかな、その要するに、まあ、今だから用話でいいと思いますけど親戚もそんなに気づかないし、うちのおじいちゃんがね、祖父がねシンガポール行って銃弾をここに受けて帰ってきてる人で。はい、でおばあちゃんがやっぱ原爆に遭っていて原爆被害者なんで被爆手帳持ってる人ですよ、はい、でそれが、まあ、要するに広島の田舎にいるとどうなるかというと不遇者2人ってことになるわけ、うん、不遇者2人ってことは結婚の行き場所がないんですよ。でないからどうなってるかというと不遇者2人が合わさるわけ、つまり結婚させられるんですよ。それがうちの祖父母なんですよ。でその息子でしょ、はい、そうするとどうなるかっていうと、まあ、これも私の物語入ってるかもしれないけど祖父母はこのうちの息子をどうにかして出世させたいんですよ。なぜかそれは共同体がこの不遇者2人をこうなんつうかな合わせたことに対するある種の反逆でありルサンチマンの発露なの、うん、でそれでうちの親父っていうのはその当時考えられないんだけど広島の一番大きい藩校という、まあ、修道というね、まあ、要するに灘みたいなもんなんだろうけど広島のそこに入らせられて、はい、そこでまあ要するに、まあ、東大行こうとかそういうことになるわけですよ、まあ、どこ行ったとは言いませんけどで行くと。で行ってでも結局ねうちの親父と菅義偉は何が違うかというと結局うちの親父はね広島と切れなかったんですよ。なるほど。で切れなかったからそこで踏みとどまるということがあったんだと僕は勝手に解釈してるけど、もしこれ切ってたらねそれは出世街道行きますよ。東京にこう出てきたらってことね。そう、うん、でねうちの親父のこと言うと最後にちょっとなんだうちの親父のことばっかり言ってることあるけどまだ時間ありますから大丈夫です。ちょっと分かりやすくするためにね、はい、言うとね彼もだから大学でいろいろサークルなんかやりながらで最終的に TBS に入ろうとする。で TBS に最後の2人まで残ったらしいんだけどそこで結局ダメだったらしいんだけどでもそれと同じような方向もあったらしいんですよ。でもその時におばあちゃんがやってきてでこううちの親父のこう下宿にやってきて、はい、で頼むからシャバに戻ってくれと水商売だけはやめてくれと。いやいやアナウンサー別に水商売じゃないだろうって言うんだけど、うん、でもそういうふうに言うとそうするとうちの息子としてはつまりうちの親父としてはそのなんか今まで育ててきたおばあちゃんが。はい、わざわざ電車に乗って鈍行で来て、うん、で泣いて頼む、うん、その時に「分かった」って言って就職したのは保険会社、うん、でそれだと大手の保険会社で結局出世していって結局専務とかになるんですよ。なるんだけど結局そのバネってあいつらを見返そうなんですよ。でこれがね1951年生まれぐらいのある種一般的に東京に出てきた競争者のメンタリティーだと僕は思ってる。でこのメンタリティの極北に多分ね菅義偉とかあともう一人後でまあ議論になるかもしれませんけど、はい、竹中平蔵がいるんだと、はい、だから彼らってのは基本的に宗教信仰なので、はい、そのコンペティション競争に勝ち抜くというそしてそれこそが個人主義のある種の発露であり、それこそが社会のある種のこうなんつうかな活気づけなんだというのはあるのでどんなに経済的なデータを示しても多分無理なんです。菅義偉首相ってその政治家にね、まあ、最初市議会議員の秘書になってそこから上っていくわけですけども、うん、何度も自分が入っている共同体もしくはグループあるいは派閥のリーダーを裏切るじゃないですか、はい、それがあんなに裏切った人いないよね多分。すごいですよね。すごいです、はい、ちょっと僕書いたんですけどね、はい、少し正確に言っとくとですね、うん、どこだっけそんなに裏切りが多いんですか。例えばねすごいのはまず現職の鈴木喜一っていうのが横浜の4区かないや西区や西区でこう出るっていうのが決まっててそこに菅義偉も出るんですよ。現職自民党ですよ、はい、で自分もおこぎ彦三郎のこう7番目の人だから自民党ですよ。だから自民党対自民党になるからダメですよね。でみんな止めたんですよ。止めたんだけど彼はそこで、鈴木喜一が出るそこに出ちゃうんですよ。そうすると鈴木喜一の方が泣く泣く辞めるわけ。それでたまたま地盤看板カバンなしで彼は勝つんですよ。ということはつまり自分がお世話になったおこぎ彦三郎の要するに師匠ですよね、うん、師匠を裏切ってまず衆院選に出てるわけということが一つで普通ね受かったったらやっと受かって1年目だと、はい、楽しいなとは言わないけどこれからやろうと思うわけ、うん、なのに1年目で例の小渕恵三と梶山清六とあと小泉純一郎のこう、はい、まあ総裁選が1998年にあるんですよ、はい、でこの時になんと所属してたのは小渕派ですよ。なのに小渕派を出るんです。小渕派って何かというと経政界ですから元経政ごめんなさい経政界って派閥があってね、はい、田中角栄から続いているどちらかというと財政酒造とかしましょうっていうようなそういう派閥ですね。そう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 でしかもそれは80年代まではもうこの世を謳歌するというか一番でかい派閥で自民党で一番まあ強い派閥だった、はい、だからまだね98年あたりでそんな弱くなってないんですよ。そこの強い派閥から出るってで出て何をするかとなんと、小渕恵三を支持するんじゃなくて梶山清六なんですよ。でなんで梶山清六を自分の師だって言ってるかというとこれもよく有名なんだけど、はい、彼所信表明所信なんかごめんなさい所信表明演説でも梶山清六の話出してたんですけどなんであの人を師匠師匠って言ってるのかというとあの人も一匹狼でかつ、銀行がこう疲弊していた時に97年の金融危機の時に、はい、公的資金注入っていうふうに言った議論があった時に梶山清六はいらないって言ったんですよ。あいつら自己責任で潰せばいいんだと。つまりもうすでに自己責任原則を銀行というある種パブリックなものにも当てはめようとする言論ができ始めていてその最初になってたのが梶山清六なの。でこの梶山清六を担うんですよ。担ぐんですよ。いわゆる不良債権問題を政治家として最初にクローズアップしたのも梶山清六だったんですよ。はい、それで銀行潰しみたいなこともいわゆる自己責任論ですよね。それを進めたんです。そうです。でそうすると合ってたわけですね自分と。肌が合ってたんでまさに。で肌が合っててそこで行って、はい、じゃあつって結局梶山さん負けますから、うん、そうすると経世会を抜けたのどうするのかありますよね。うん、その時に入ったのが宏池会だったんですよ。宏池会っていうね派閥なんですね。またこれが加藤浩一さんがやってたのかなあの時は。そうですそうです。はい、今で言うと岸田さんですね。岸田派なんですけど、ここに入るんです。で加藤さんちょっとこういい人なんでよしよしってやってたんですけど、なんとこれが加藤の乱があったでしょ。加藤の乱ってつまり森喜朗政権が不支持がバーッと下がって、でこれじゃダメだっつってもう不信任なんだっけ不信任決議案が出されて野党が出された時に加藤さんのグループがそれに賛成に回ろうと自民党なるんですよ。それが加藤の乱っていう。助かりますよね。詰まった時にまあそうなんですよ。でその時に加藤の乱につくんですよ。つまりやっぱり反自民党につくわけ。でその乱についたかと思ってそしたらまあ負けるでしょ。負けるんで結局宏池会にいればいいのにと思ってんだけど宏池会にもいられなくなって古賀誠の方に異を唱えて宏池会を抜けて、誰を支持するかというと麻生太郎なんですよ。で麻生太郎を支持してそれからその派閥は古い体質の象徴といって宏池会を退会してその次の選挙では河野太郎を支持するわけ。要は負け組を支持するんですね、はい、わざとずっとそう、はい、でこの負け組の連中のある種のなんか人間性を見てください。つまり個人的に俺たちはやっていける能力主義者なんですよ。そこにずっと行くわけ。そんでもって最後に第二次安倍政権が立ち上がるときにどうしたかというと、はい、石破茂と石原伸晃、はい、で、安倍晋三だったんです。で安倍晋三は当時第3番手だったんですね。そうです。全然勝てる見込みなかったね。最初2012年の話ね。でだから安倍晋三は実は自分で立ってなかったんですよ。はい、でそれを引き出したのは誰かというと菅義偉なんです。出ろと出ろと絶対俺たちがみこし担ぐからと。でその代わりこれは計算があると。つまり国会議員票だと絶対負けるから国会議員票じゃない地方票ね、自民党票だと負けるから、はい、国会議員票にまで持ってこようとつまり決選投票まで持ってこようとだったら勝てるからっていう計算済みで安倍晋三担ぐんですよ。それで勝ったっていうのが彼の、最初の勝利でありかつなんていうかな官房長官に成り上がっていくところの会談の最初なんです。つまりね彼自身は誰にも頼ってないの確かに。でそれによって自分は勝ってきたという意識があるんです、はい、だったらどうですか。基本的にカニは自分の甲羅に合わせて穴を掘ると言われてるけどつまり自分を基準にして他者を、推測するんですよ、うん、そうするとね彼からするとなんで俺みたいに生きられないのってなるんですよ。でもそんなに人は一元的じゃないから、はい、いろんな人がいていろんなふうに複雑に絡まってるのが社会だからっていう大人の認識がないんですよ。だからいまだにこの状況下で、はい、コロナ保障なしで、はい、ほんでもってもうちょっと辛かったら生活保障があるだろういやちょっとその話は最後の最後だろうみたいな話を普通にできちゃうっていうのは多分自分がそうにはなるわけがないと思ってるからですよ。この想像力が欠如してるっていうのはまさに彼のもっと言うと60年代70年代の高度成長と気を一にしたある種人間の作り方の中出てくる一つの人物像なんですよ。僕からすれば対米従属のある種極奥に彼が出てくるというのは必然に見えますね。そういう方結構その世代には多いんですか。多いです。でね、結局ね自由っていうことは別に大人だったら当たり前ですけど自分で立つってことですけど、立つってことは何かによって立たされてる何かによって支えられてるってことを含めてなんですよ、はい、なんだけどこの国ってどうですか。考えてください。自分たちが自立してると思ってる日本人多いですけど実は自立してませんよね。もちろん対米充足してるわけですよ、はい、つまり日米安保の中でぬるま湯の中でそれこそぬるま湯の中でやってるわけですよ、うん、とすると自分たちが何によって支えられてるかのある種の問い反省力それを完全に失うような状況に、戦後はずっと入った、うん、その時に僕たちは多分空想上の勝利の中で僕は自分でやってるもーんって言ってるんですよ。そうすると結局自分が支えられてる地盤がよく見えないから、はい、それに対する反省力が欠如するから結局国家運命もそういう話になるわけ、うん、というふうに僕には見えるわけ。いかがでしたでしょうか、幸家さん。いやーなんか結構なんて言ったらいいんだろうな、なんだろう全然わからない世代のお話だからなんだろう先生のお話聞いてなんだろうちょっとは想像できたかなって。でも私の世代はまあちょっとともかくとして、はい、幸家さんの世代はむしろその菅義偉の世代から自己責任を押し付けられた世代なんですよ、はい、だむしろ納得したりしないですか。似てるのかもしれないですね。幸家さんは別ですよ、ちょっと洗脳されたというか、はい、他の同じ世代の方々どうですかね。確かにはい、同じ感じかもしれないですね、うん、ということでございまして、前半は菅義偉論をいろいろお伺いしましたけど納得できたとこ結構あったんじゃないかなと思いますけど、後半は、皆さん大好きなあの人についてお話を伺いたいと思います、浜崎先生ありがとうございました。ありがとうございました。いつも三橋 TV をご覧いただきありがとうございます。ぜひ高評価とチャンネル登録もお願いいたします。そして概要欄にはさらなるお得な情報があるので、そちらもぜひチェックしてみてくださいね。